罪深き女よ。さあ、懺悔なさい。父さん、俺ね、今人に銃口を向けているの。たくさんの人を落とし入れて私腹を肥やした悪いやつよ。この女のために俺は愛した人さえその手にかけた。次に自分自身も立てれど死ぬことはできなかった。復讐の時は聞かれに、さあ懺悔なさい。ハロエンクハイレリペレノエル、家にも火をつけたわ。路地が帰らみなさい。二点を打ち抜かれるか、この廊下の中燃え尽きるかを。ねえ父さん、どんな悪党にも食材のチャンスは与えるべきだろう。だからね、俺彼女にこう言ったの。お前の財産を手放しなさい。全てを奪った人に返せば命だけなら助けてあげる。彼女は答えは、私の財産貴様なんぞには決して渡さない。どうしようもないクズめ、やっぱり懺悔なさい。ハロエンクマイマスターオフラコーと、欲に溺れきった悪徳裁判官。人々と俺の怒りをその身に浴びて眠りなさい。あなたは俺を男って一つで育ててくれた。生まれた夜は森の廃屋、母の顔など知らなかった。ねえ父さん、母さんはもうダメみたいだよ。食うているわ人形兄さんだと思い込んでいる。あの人はもうとっくに暗い海底沈んでいった。もう息子はこの俺一人だけなのに。ねえ母さん、俺を見てよ、俺のことも見てよ。ハロエンクマイクマイマイマーザー、殺し屋のもとじめ悪徳裁判官。ねえ父さん、どうしてあなたはこんな人を愛したの。これで本当に終わりよ、全てを最後にしましょう。罪深き悪の物語よ、さよなら。罪深き女よ、さあ懺悔なさい。